あ、そう、ママどうしたの？やーけん。やけん。萌えのやつを大会させた。やけん。パピコ、こんばんは。ゆみりんが、あ、そうなの、私15分で予約してたのにフライングしたんですよ。だからちょっと15分まで待とうと思います。15分まで待って15分をお知らせしますね。やけりに言うてるやんな。そう言うてるやんな。分かってくれた、分かったって言ってくれた。何味ですか？あ、これはマスカットみたいな感じだった。大丈夫、寝てるゆみり、睡眠大丈夫、優しい。あとこの後も寝ますよ。ありがとう。寝ます。あ、なりました。こんばんは。みりんが10時15分をお知らせします。すごい、今日そう300日なんですよ。早速タワーを、えい。遠藤さん、みりん大大大大大好き、ありがとうございます。タワーありがとうございます。わしょわしょい。ひろかすさん、みりんガチ恋中、300日、おめえ愛してるよ、ありがとうございます。わしょわしょい、すごい、ありがとうございます。おいでます、元気さん、ちょさら、ゆみこうじ、ありがとうございます。わしわしわい。他にもそうタワーじゃないけど300日ギフトがあるんですよね。ありがとうございます。そして写真集も300日おめでとうでかな、普通にかな。有由美さん、ありがとうございます。あきんどさん、2冊ありがとうございます。あきんどさん、あきんどさん、ありがとうございます。ジャスティンさん、ありがとうございます。タナギで会員注文します、ありがとうございます。どっちも嬉しいですよ、皆さんありがとうございます。どっちも嬉しい。300日おめ写真集も嬉しいし、300日おめデートギフトも嬉しいし、どっちもありがとう。どっちの方もありがとう。どっちの方もありがとう。写真の花なんていうものなんだ。あ、わかんない。おばあちゃんに聞いてみよう。おばあちゃんに聞いてみるね。なんていうお花なんだろう。わかんない。
ナリバーさん、ありがとうございます。ひろかずさん、ありがとうございます。3冊ありがとうございます。嬉しい。ひろかずさん、ひろかずさん、ひろかずさん、ありがとうございます。あ、両方でありがとう。まるともちゃんさん、ありがとうございます。すごい、こんなに、私ちょっと忘れてたぐらいなのに、ありがとうございます。めっちゃいいね。のっしーさん、ありがとうございます。すごい、こんなにお祝いしてもらえるなんて。すごい、この背景に飛行機めちゃめちゃ似合いますねあ、インドネシアから買えます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あ、そうだ、15分からギルバドなんでした。あ、やばい、やられてる、やられてる。誰が強い、誰が強いんだ。ケント、ケント凱旋なのか、手ごわそうだけど、ミチとサーヤンとアカリンがいる。叩きの、ありがとうございます。あ、あとはですね、明日から24時間テレビが始まるんですけども、はい、ハッシュタグ KRY24 アートですね。はい、ぜひとも送ってくださると嬉しいですし、それに関してツイートもするので、ぜひ何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。この人は強いのか、ちょっとやってみよう。タピオレ、いけたいけた、そう、明日明後日出演します。朝の野むしげさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これもしかしたらね、今週この300日があるからって今日まで待ってくれてた方もいるんですかね。ありがとうございます。もうちょっとで、ちょっとで復活するよ、私は。ちょっとで復活するよ。復活。そう、一人さばきなんですよ。そして明日はですね、
さばきが足らんな。さばきが足らんな。あかりんが復活してくれたら。あかりん留守中。うん、加工さん、あ、3冊もありがとうございます。加工さん、加工さん、加工さん、ありがとうございます。すごい、本当に映えるこの背景とこの背景と飛行機がめっちゃ映えますね。やばい、最近たまにね、ドライブに入れなくなる。と言われましても、300日になった、表示が出ました。表示が出ました。もしスクショして拡散したい方はぜひこれを拡散してください。もう載せちゃったよって方は、他の写真は後で消去。消去。ありがとうございます。300日。はーい。すごい。300日も。お、みーちゃんが。あ、遠藤さん、遠藤さん、それはおめでとうですか。おめでとうの300日おめでとうですか。10冊ありがとうございます。あ、24時間テレビ頑張って、ありがとうございます。頑張ります。遠藤さん、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 ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。感謝ですね。
それはないよ。ごめんなさい、写真集のまだ写真集のあれこれがあって、やばいやばいやばい、私食べちゃった、食べちゃった。イノケンさん、ありがとうございます。札幌のウッシーさん、ありがとうございます。ナルさん、ありがとうございます。ねえ、それはないよね。それはないと思わない？それはないよね。それはないよね。それはないよね。ありえないって。ありがとう。だよね。私もそう思った。ないないって確かに。そうだよね。だからバイクに乗るね。でね、気をつけていってらっしゃい。あ、もう溶けちゃってるかな。生姜入り甘酒、あ、まだだな。なんかこれ私買ってきた後にめっちゃバタバタしてすぐ家出ないといけなくって、あのアイスと一緒に私もう本当に急いでたから冷凍庫の中に入れちゃったんですよ。冷凍庫の中入れちゃって凍っちゃったんだよね。写真集のやり取り中ですみません、いきなり無言になります。
ということでいただきます。あ、いい感じいい感じ、え、めっちゃいいんだけど、おいしい、めっちゃおいしい、朝のバタバタ感に感謝ですね。あれ、話をそう、さっき話したんだけど、朝バタバタしてて買ってきた時にアイスと一緒に冷凍庫に入れちゃって、そう凍っちゃってたんですよ。うん、いい、しかもなんかそう凍りすぎてない感じ、そんなに時間が経ってないからかもしれないけど凍りすぎてない感じ、普通に普通にカリカリしてない。いけそう、勝てそう、赤に戻ってきてくれた。うん、もう連絡ですからね。はやぴさんありがとうございます。まだまだ見えぬです、まだ反映されてないです。もぐもぐタイムにすみません。いやいやいや、逆にもぐもぐしててすみません。うん、ありがとうございます、ありがとう。いつもぐもぐしてもええんやで。違うよ違うよ違う、あー、これかな。
最後のやつかな、思わない？最後のやつがいいと思ったんだけど。そんな大切なところをさ、それはないよ。そんなんだったら私はもうね、それはないよ。どう思う？わかる？ありえないんだけど、はあ。ドンビキビッキー、4年ぶりに聞いたドンビキビッキー、ありえない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 。ありがとう。ちょっと本当にありえなさすぎて涙出そうなんだけど。ボンボバンさん、ありがとうございます。切り替え、私の切り替え、逆に、うわ。
どういうこと。あ、ギルバド勝った、ギルバド。あー、ギルバド。ドロー、ドローでした。いやー、ほんとにわかんない。あー、いやー、妥協して後悔だけはしないように。優しい、ありがとう。なんだろうな、なんて言えば伝わるのかな、どうしようかな、意見の食い違い、なんか、
ゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。優しい皆様、優しい。てなさん、なんでそう思ってるのかな。忖度ですね。忖度って。あ、そう、黒川和牛、黒川和牛。嫌なものは嫌だけど、大方がいい。ありがとう。あ、ここで写真集を注文すると何か特典がつくとかあるの。そうなんですよ。ここで写真集を予約すると。この写真の、 あの生写真がついてきます。ショールームで予約した方限定なんですよ、それは。結構写真集のスタッフさんがその最初から結構何回か変わってて、そうなのだから、いやでも前はの方はとかが多くて、それを、まだまだ写真集のことは一切手を抜くとも言わないです。で、そう
間、今も結構ねお仕事詰まって時間ないけど、なんかちゃんとみんながみんなに読んでもらいたいものにしたいから、なんかそう、なんかイベントだってねいっぱい考えてるけど、まだ発表ね、早く発表したいですっていっぱい頑張ってるから、みんなもうちょっと待っててね、ごめんね、本当に本当にごめんなさい。大人の事情とかもねいっぱいあって、大人の方も大変だと、どっちですか。解決した解決した、なんと解決しました。皆さんは私の一部始終を見ました。ありがとうございます。よかったよかった、解決しました、ありがとうございます。なんかこうわがままとこだわりは紙一重だとは思うんですけど、なんかちゃんと理由があってのこだわりって、なんか私、あ、そう、ありがとうございます。わあ、アルタイルさん、ありがとうございます。ん、ノリヘクスさん、ありがとうございます。発冊末広がり、ありがとうございます。ありがとうございます。解決おめでとうございます、ありがとうございます。両人さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ゆみりの気持ちを大切にしてほしいです。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。なんかでもこんなに自分の意思をたくさん言わせてもらってるのって結構写真集が初めてかなって思います。今までもちろんこう STN のためにっていう考えはあったんですけど、なんか
あ、そう、ノリヘクスさん8回言ってなかった。ノリヘクスさん、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 ありがとうございます。ありがとう。そう、あ、宮本さんありがとうございます。ゆうきさんありがとうございます。あ、えんやで、すいません。そう、いいものにしたいから、なんか担当の方もね大変だとは思うんですけど、解決、1個解決したんだけど1個解決したんだけどね、まだね、まだね、うん、まだ、そう、面白いよね。今1個の大きい山が、大きい山は、ね、なんて言おうかな、なんて言おうかな、なんて言おうかな、なんかそれは違うっていうのを言ってくれてるんですけど、なんか、そうしよう。
ちょっとあと2分、私最後に頑張っが、みんな頑張れって言って、せーの、頑張れ。すごい、私本当になんかこの写真集を通してこう相手の意見を尊重しつつ、でもそうしたらこうなっちゃうんじゃないですか、こっちの方が多分ファンの人そういいと思うし、こうなると思うんですけどみたいなの、自分の意見をちゃんと言いつつ、なんかでも相手もなんかああってなるようなことを言える、なんかすごい、なんかそうついた、そういう力がついた気がする。人は守るものがあると、守るものじゃないけど守るもの、写真集をいいものにしたい、なんかあると人って強くするとなるんですね。頑張ってる頑張ってる、せーの、滝野頑張れ。はぁ、
わかんない、どうなるかわかんないけど、とりあえず自分の持てる必要最高限最低限は、あ、千人が応援してありがとうございます。なんかそう、あとちょっとで、あとちょっとで多分イベント発表できると思います。ごめんなさい、私物さんの詳細もメンバーが私が詰めてます。はい、すみません、本当に皆さん、そう、希望は伝えましたし、なんかこう自分的にはこのご時世のこともねちゃんと考えたいし、でもあの人も喜んでもらえるようなものにしたいし、でも何かバーってやってなんか中止になるのも悲しいじゃないですか、お互いだし、その辺もちょっと考えないのかなって思ったり、なんかね、AKB さんのねお話し会とかももう告知されましたが、結構ね9月10月の予定ってもう今ぐらいから言ってもらった方がありがたいじゃないですか、その担当者一緒に見てます。本当に本当になんかそうなんですよ、そうなんですよ、皆さんに言ってもあれなんですけど、いやでもすごく頑張、すごく頑張ってくださってるので、それはねもうすごく頑張ってくださってます。はい、頑張ってくださってます。夢に向かってさん、ありがとうございます。夢に向かってさん、夢に向かってさん、本当にパピコ食ってるだけちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん、24時間テレビ全国放送で映る可能性ある。ああ、あると思う。最後のサライとかいつも全国の放送局が映るので、私はそこで映ると思います。あとは去年みたいになんか全国が映る企画とかがあったら映るんじゃないかなと思います。山口じゃない方はですね、 KRY さんの YouTube の方で、あの、あ、そうだ、
もう遅くなっちゃったけど、皆さん、そう、なんかみんな。なんだけど、なんか多分このツイートに送ってハッシュタグをつけて送ってくださいって言ったら、なんか送ってくれそうだなーって思ったんだけど、どう？このオタ心理はどうですか？まだ募集してる、めっちゃ募集してる。写真は横、ツイートします。滝のツイートします。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いいね。マメッチ師匠、ナス、セイくん、ミヤ、急行三好、ヒーロー、ハシケン、トヨチュン、リキア、札幌のウッシー、モジ、リュウジ、スグール、カツ、リツイート、マサルン、イソケン、クマネパパ、コシ、カナ、藤本イツキ、スランプ、モジ、スギアン、ウルフ、コラ、アントゥリブ、ありがとうございます。あ、今から送ります。ありがとう。かしこまりました、ありがとう。お、返信があまりないということは今みんな必死で探してくれてるのですかね。大変助かります。写真ですね、超絶募集してます今。はい、何枚ぐらいなのかちょっと私もわからないんですけど、スタッフさんが超絶募集してますって言ってたので、きっとまだ超絶募集してます。おいでませ元気さん、ありがとうございます。そしてなんかこの写真どうかなとかいろいろあると思うんですけど、あの基本的にはこの横向きが嬉しいです、人が写ってる時は写ってる人の了承もらってくださいっていうのが全てなんですけど、そう、それでもなおこれってって思う方は、私がそのギャルアイさんのホームページのやつを貼ったので、はい、ちょそこにもっともっと詳しく、140文字じゃ表せれないぐらいのスタッフさんからの注意書きがついてるので、そちらを見てみてくださいませ。間違えた、誰かごめん、誰かいいねした、いいねした。ちょっとすぐ消したので、通知が来ても私のいいねはちょっと通知限定です。あ、もう送ったけどまだ送ります、ありがとう。条件に合う写真あったら送る、ありがとう。今追加で送る写真探してます、ありがとう。別にあ、ショールーム見てる方
あれなんですけど、別に私のツイートじゃなくてもいいんですよ。私のツイートにリプされなくても、このハッシュタグがついてれば使用されます。大事なのは私のツイートにリプをするっていう、写真を送るっていうより、このハッシュタグがついていることがすごく大切なのですが、まあ、このツイートに送ってくれると漏れなく使われるし、滝野もあ、こんな思い出の写真があるんだなって見ます。ちなみにですね、え、すごい、もう100もリツイートしてくれてるの、ありがとうございます。ちなみにですね、私この日めっちゃ KRY 推しさんなんですよ。私が持ってる、あ、このバッグ、ここに置いたかな、人写ってないとダメやか、いいえ、人が写ってる時はって書いてるので、ちなみに この KRY24 アートをつけると写真なんですけど、これは写真なんですけど、KRY24 だけだと、メッセージを募集してます。ツイッターで、ハッシュタグ KRY24 をつけて投稿してください。メールアドレスは KRY24@KRY.CO.JP、 ファックスは 0834-327760 でございます。ちょっと私もいいねしておくので、ご参考までにいいね欄を辿ってみてくださいね。ケツテレビさんが言ってくださってるので、思いで、はい、山口以外の方は放送見れないんですけど、私今回 KRY チャリティーパーソナリティさせていただくんですけど、担当コーナーがですね、このさっきもツイートしました、モザイクアートを、フォトモザイクアート担当なんですよ。あー、すごい、送ってくれてる、ありがとう。お風呂入りながら見よう。希望の朝の写真を送る、素敵。なんかすごい、いいね、秘密の海、素敵、ありがとう。私に向けたやつじゃない、本当に私のことを何も知らない方のやつもあるんですけど、もうね、見てて結構なんかこう、写真に一言とかみんな書いてるのを見て、あー、いいねって、見てます、見てます。ちなみにインスタでもこのハッシュタグで募集してるので、
ね、また明日始まったらあの YouTube ここから見れますよってツイートしますね。はい、あ、YouTube 見ずと拡散します。もう完璧ペキコちゃんですね、ありがとうございます。あ、もう YouTube もチェックしてます。早い早い。今年のパーソナリティいる放送局意外とレアだよね。そうだよね、意外とレアですよね。堀美央奈さんとかもねやられてますよね。うん、そう、でも去年に引き続き2回目やらせてもらうので、しかも担当のねやつがあるので、去年もねフォトモザイクアート少しだけお手伝い行かせてもらったんですけど、うん、楽しかったです。うん、ゆうまさんありがとうございます。ありがとう。そう、今日は私はマイハもキヨちゃんも嬉しいね。今回は手伝いではない。去年もね、キャルガイチャリティパーソナリティだったんですよ。でもね、フォトモザイクアートは担当のコーナーではなかったので、はい、今年はね、あの去年は車で、はい、受付してたんですけど、今年はね、あの直接の募金は中止になってしまったんですけど、うん、そうなんです。福ちゃんが抜いた歯でイヤリング作ると言っています。え、私抜いた歯どうしたんだろうな。どっかにあります。どっかにあるな、うん、どっかにあります。そう、去年はドライブスルー募金だったんですよね。そしてなんかもうバタバタで、でも解決しそう、あとは頼んだって感じ。いろんな大人の方に頼って、いろ私の意見も言いつつ、すごいすごいですね、すごい一段落今日はしそうですので、しそうですので、でも今日もあと何十分しかないね、早い。明日はね、
てね、皆さんも気をつけてください。あ、そう、今日秋吉台のね動画が公開されました。見てくださりました？あ、すごい、もう2000回も再生してくださって、いいねしたかった。あ、KRY24 アートに写真集のオフショットでも送ろうかな。ね、送ろうかな。後で見ます。ありがとうございますね。秋吉台って本当に素敵なところなんですよ。本当に。高尾ゴンヤン、ありがとうございます。高尾ゴンヤンさん、ありがとうございます。ありがとう。300日、あ、ハワイいいね、ありがとうございます。シカちゃんかわいいね。人じゃないからいいよ、許可は。握手会のために購入した靴、いいね、ありがとうございます。あ、新幹線いいね、バンジージャンプいいね。いいけど、もしよかったらこの見てたら、なんか多分縦の写真ってね、横に切り取って使わないといけなくなっちゃうのですよ。だからよかったら横もお待ちしてます。お待ちしてパッとととととと。いいね、素敵。うわー、素敵な写真がいっぱい。これはきっとスタッフさんも喜んでくださるわ。ありがとう。あ、そう、この後チチューデンツ、チチューデンツ、いい、まだまだ募集してます。多分ね、明日は募集してると思うので、なんか今日の夜送れなくって明日になっちゃって、あー明日になっちゃってって思わなくて大丈夫です。あとは何枚目でも OK、 何枚でも OK です。他に何か質問したいことがある方はですね、大体このサイトに載ってるので読みますね。横向き撮影を推奨、一人何枚でも投稿できます。写ってる方の了承を得た上でご応募ください。写真の説明と思いを込めた思いを添えてご応募ください。写真の返却を、あ、これはその郵送も行ってるからっていうので、写真の返却をご希望の方はその有無を合わせてお知らせください。原画を含めモザイクアートの著作権は KRY に属しますということです。募集してます。メールは、ツイッターではみんなに見られて恥ずかしいって方はメールでも募集してます。メールアドレスは KRY24アート、アートは小文字で、アルファベットですね、KRY24ART@kry.co.jp、 ツイッターではハッシュタグ KRY24アートをつけて投稿してください。インスタグラムでも同じハッシュタグで募集してます。すごい、なんかこれ読むと私すごくなんかちゃんとした人みたい。でももっとアナウンサーさんはもっと素敵な声で、もっと素敵な滑舌で
読んでるので、そう、そしてですね、KR 本社と KRY 山口支店支社で予定していた募金の受付を中止します、チャリティーグッズのお取り扱い県内各地の該当募金も中止しますということです、うん、私ブルボンさんにお会いするの1年ぶりとかかな。嬉しい、多分お会いできると思う。うん、嬉しいな、1年ぶり、1年ぶりだ。嬉しい。明日はですね、そう、パートレッティ頑張ってね、頑張ります。明日はですね、ちょっと夜はできなさそうなので、はい、朝配信します、ちょっと待ってね、これどうしたらいいんだろうな私。なるほどね。11時、12時。おう、まやさんありがとうございます。8時から、明日は朝の8時から配信します。あ、すごいいっぱい送ってくれてる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、そうだ。あ、よかったよかった。みんな送ってくれ。あ、そう、何人かいるんですけど、ハッシュタグ KRY24 アートを、このハッシュタグつけないと、使用できないので、そう。あ、でも結構みんなつけてくれてる。あ、そう。これね、注意なんですけど、KRY24 アートです。皆さん自分のハッシュタグをもう一度、よかったら、お確かめいただくと嬉しいです。これね、勝手に私がね、リプに送ってって言っちゃってるだけで、これリプに送ったら正式、なんか正式に、じゃなくって、このハッシュタグつけないと、ダメなんですよ。なので、そうなんですよ。あのスタッフさんをね、ハッシュタグで探してるので、そう、私が勝手に自分が見たいから自分のリップに送ってって言ってるだけなので、そう、結構ね、もう99割の方は買ってくれて、99割、はい、
承知しております、ありがとうございます。ひなちゃんもサライの時映るかな、多分私が映るんだったらひなちゃんも映りますよ。はい、ぜひ明日8時からやります、よろしくお願いします。とハッシュタグがポイントです。ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやくこのムーンうん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 あっという間に過ぎ去っていく青春とはさま。 AKB さんも24時間テレビ出るみたいですね。あ、そうなんですか。嬉しい嬉しい、それは嬉しい、それは嬉しいわ。うんさよなら黒。あー、猫の恩返し取ってなかった。うわー、いつの間にか。なかちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。落ち込もう、落ち込もう。ネトの恩返し、あ、ネトの恩返し、ちょっと了承を得て送ろっかな。あかりんちのネト、そう、実は私あかりんちに行ったことがんですよ。実は あ、でも結構立てて撮っちゃってるなぁねと。あ、立てだなぁ。だわ。あ、漂流者録画してます。ただ面白かったね。スマホだと縦が難しい、多いか。なんか自撮りって皆さんご存知の通り、私自撮り横が多いんですよ。こうなんかメンバーによって違いますよね。自撮り縦派横派いますよね。私横派なんですよ。なんかあんこ取るときとかは縦で取っちゃうかな。あんこ縦で取っちゃう、うん、他は横かな。でも結構景色とかも横で撮るかも、うん、ですかね、はい、確かに
確かにね、確かにって言うよね、言うよね。サーフバード、あ、ロケムービーすごい綺麗だった、ありがとう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 。カバブさん、ありがとうございます。すごい、今日も皆さんたくさん予約してくださって、明日の明日になったら新しい生女子になりまして、明日の明日の明日から、あ、違う、明日の明日に新しい生女子公開して、明日の明日の明日に新しい生女子になります。あ、そうだ、メジャーさんに聞いとこう。そうだ、あ、あさって、あ、どっかに飾られるのかな、ちょっと明日聞いてみますね。ありがとうございます。24時間テレビに備えてしっかり寝てます。しっかり寝ます。グッナイン、ありがとうございます。バンダナくんさん、ありがとうございます。そう、明日は朝からでもね、ちょっと勉強方面でもいろいろとやらないといけないことがあるので、あります。頑張ってね、頑張ります、ありがとうございます。先に言っとくと、多分私ね、24時間は出ないと思いますきっと。はい、みんな、なんかみんなが明日びっくりしちゃったらあれなんですけど、24時間はいないかもしれないな。しっかりその辺はなんか、そう、皆さんが寝る頃に 寝れますので安心してください。そこは大丈夫、そんなことはない。多分ね、24時間テレビより昨日のね昨日の朝からの熱血テレビまでのやつの方が朝早くてわーってなってたと思う。明日8時から予約入れとこう。8時からです。はい、よろしくお願いします。あ、すごいいっぱい、ありがとう。ああ、ハッシュタグつけて、いい写真だけどハッシュタグつけて。わあ、素敵な写真だね、ワンコロかわいい。ああ、思い出、素敵だね、みんな素敵だね。あらー、娘の成人の写真です。え、素敵の領域、素敵や。
大阪からエールたくさん来るね。ありがとう。ありがとうございます。ああでも24時間起きれる自信はありますよ全然。なんあかりんの24時間配信、24時間参加したいぐらい。私ちょっとお仕事が日中あってなかなかその夜しか参加できないんですけど、逆になんか夜中ずっと、もう私が夜中ずっとやろう、でも私がずっとやったら別にあかりんの24時間配信じゃなくなっちゃうから、あかりんのファンの人的になんかそう夜中のあかりも見たかったのにってなると思うけど、全然なんか 夜ね1時間ぐらいちょっと寝てもらって、その間滝野由美子の DJ タイムみたいな、あかりんに来たお便りを滝野が勝手に読むみたいな企画をもらっちゃったりとか。えでも全然なんかねいっぱいねするのね、行くよ、だから見てね、あかりんの配信見てね。楽しみ、明日の24時間テレビも楽しみだし、あかりの24時間テレビも好き。私もなんか24時間配信したいな、いつかね。意外とないよね私そういうの。意外とないよね。なんだろうな、24時間配信って事前に送らない、なんかしますってこう大人の人に言わないと、私たちさその12時で自動で切れちゃうからさ、配信が最長でも19時間配信になっちゃうし、あ確かにお休みもらわないといけないね、この日24時間配信したいので1日お休みくださいって言わないとできないからね。そうでもいつかやりたいね、こうシチューにいるうちに1回ぐらいは休みもらう、あ皆さんも休みもらうの、私じゃなくって私じゃなくて私も休みもらうし、みんなも休みもらうの。あかりも各方面への調整が大変って言っても、いやそうだよね、だってあかりんの場合はその例えば花火配信するってなると普通お外であんまり配信しちゃダメなんですよ、あんまりってか普通にこう家の中ですか配信しちゃダメなんで、ショールームって私たちはそこもだって花火だから多分室内でやるわけじゃないと思うから、そこもちょっとイレギュラーだから調整しないといけないし、外でやるってなったら多分子供たちだけではできないので、何らかの大人の人についてもらわないといけないと思うので、その辺も調整しないといけないし大変そう、でも楽しそう。なんかあもうこんな時間だ、そうだって誰か来ちゃったら大変じゃん、そんな人いないと思うけどね、乱入されちゃったらあわわわあわわ汗汗ってなっちゃう。13位花丸くんさんありがとうございます。12位スランプくんさん、明日から24時間テレビ頑張りみりー、ありがとうございます。11位イソケンさんありがとうございます。10位キューコミュースさん、今日は僕お誕生日です、おおめでとうございます、すごい300日におめでたい日、このじゃあおめでとうは全部あげます、持って帰っていいですよミュースさん、ありがとうございます。9位ケンさん忙しい中300日連続配信ありがとう、
こちらこそおめありがとうございます。いっぱい見てくださって。ハチプロフ難題、知り合いの社長今日納車してました。2台ですね。ありがとうございます。7位テレビさん、ありがとうございます。6位タケンジョージさん、ありがとうございます。5位ヒーロさん、ありがとうございます。4位ジャスティンさん、ありがとうございます。3位遠藤さん、リビン大大大大大好き、ありがとうございます。2位おいでます元気さん、300日連続配信ありがとう。7枚目もよろしくね、ありがとうございます。自評価さん、ユミリンガチ恋中300日おめ愛してるよ、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。300日タワーをくださった皆さん、ありがとうございます。そして300日だからと今日予約してくださった皆さんもありがとうございました。明日は久しぶりに、そんなに久しぶりじゃないかもしれないけど、朝配信、明日は朝の8時から配信しますので、ぜひともよろしくお願いします。写真集も今日返さないといけないことは一段落したので、すみません日中にやれって感じなんですけど、なかなかそうもいかずこの時間になっちゃってすみませんでした。明日もよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。